後半の質問から読んでいいですか。前半は多分中野先生のところなので、実はその成長って何だっていうと、まさにこれなんですよ。あの国富の拡大というのが成長なんですね。で、当然これは土地とか不動産の投資も入ってますが、企業の設備投資も入っています。で、そのよく成長、成長って言われるのは、これはのストック面の話で、もう一つはまさにあのこの伸びなかった GDP、所得ですね。所得が増えることなんですけど、それってよくある議論で、みんなもうこんだけ成熟して物を持ってるじゃん。だからもう成長することはないんだよみたいな論調があるんですが、そんなのは100年前も同じこと言ってるんですよ、みんな、実は。ところがその後いろんな科学技術の発展とか、新しいサービスとか、新しい製品が生まれて、それでまあ成長するっていうことができてるわけなんですけども、一つだから考えてほしいのは、ウォシュレットという製品ございますよね。トトですか、あれは。で、あのウォシュレットが登場する前は、30年前は、誰もトイレでお尻を洗ってもらうなんて考えなかったわけですよ。ところが、ああいう製品が、画期的な製品が生まれて、今日本の家庭どん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 入ってますけれども、あれはもしあの製品が出てこなければ、生まれなかった所得なんですね。それが買われたお金でも。要はそういうものだっていうことなんですね。だから今この時点で例えば満足するという考え方もありますけど、本当にそれでいいんですか。例えば街を歩いてて、あの危険とこう私たち実は隣り合わせで交通事故っていうものがありますよね。交通事故って別に宿命的なものじゃなくて、アメリカが自動車社会になったから交通事故っていうのが生まれたんですよ。じゃそれをなくすような交通システムを考えていいんじゃないか。これ技術的にはもうあるんですが。とか、あるいは今東京と成田、すみません、羽田成田間ってものすごくこの長いですよね、1時間半ぐらいかけて行ってますけど、これ超電導リニア新幹線で穴掘って進まれてしまえば10分ですよ。10分。通り。これありがとうございます。ここでなんか相手入れられるとか。違います。まあ、それ10分で分するっていうことでまた新たなサービスが生まれるんですよね。で、それを投資しない、すみません。投資しない限りそういうことはできないんですよ。というわけで、あの要はそのウォシュレットにしても、ウォシュレットを作る製品を作る製造工業工場って、その TOTO が投資しない限りできないわけですよ。という形で、そのきちんと新しい利便性とか新しい生活とか新しいサービスとかのために投資をして、これを拡大させていって所得も増やしていくっていうのが、これが普通の国民経済なんですけども、実は100年前、1000年前からずっと人類ってそういうことをやってるんですよ。で、みんなその時のアイデアでは、いや、もうこれで十分だと思ってたと思いますよ。でも、必ず新しい技術とか文化とかが生まれて、新たな文明の段階に進む時に、投資と所得が増えていくっていうパターンを繰り返すんですね。だから今の生活をそのままやるんであれば、まあおっしゃる通りなんですけども、じゃあ、経済とか、その人類の進歩とか、まあここまで言うと壮大になったんだけど、そういうものじゃないんですよ。必ずアイデアで、新たな便利さとか、新たな快適さとか、新たな、食べ物とかですね、そういうものが生み出された結果、成長してきたんだよっていうような話なんですよね。だからまあ、日本のいいとこは、その、TOTO がまあ、ウォシュレットだとか、その、イナックスが対抗製品とか出して、どんどん品質が上がって、製品価格が下がってくるっていう、これね、本当に素晴らしいことで、アメリカだったら多分 TOTO 独占で、あの、ウォシュレット1台50万とかだったでしょうね。確信してますけど。競争がなければないですよ。価格下げる必要がないんで。日本は本当に素晴らしい今環境だなと思ってます、ね。まあ、これちょっと余談ですけど、ね。じゃあ前半の方を中野先生。前半はあれ、空洞化です。空洞化だと、内部拡大していくかって話の方は、もう、水谷さんおっしゃる通りで、空洞化なんですけども、まず、リーマンショックのっていうのは、その前までっていうのは、アメリカのその住宅バブルによって膨らんでいた。で、東アジアの成長とか言ってるけども、全部アメリカへの輸出だったんですよね。で、それをさっき言ったように無理な債務を重ねてきていて、実はそれが崩壊したんですよ。そうすると、これから海外に出ていくぞっていう時代って終わってんですよね。で、実際に海外に出ていくぞって、なんかもうバカの一つ覚えで、そのインタビュー答えれば大金額かも言うんですけど、彼らは自分たちで何言ってるか理解してないんですよね。イエス・キリストが言ったように、もう神をお許しくださいから何をやってるんだか分かってないんですって。そういう話で、じゃあ空洞化して出ていくってことだって、で行ってみろと、どこに行くんだよ。アメリカに行ったらトヨタの問題みたいにぐるみ法律家に剥がれて、中国に行ったら
法律って言っても違法な法律で身ぐるみがあったなってですね、方法の手でこいつら帰って戻ってくるに決まってるんですよね。でそんなのにもっとその海外の投資の判断って別にその投資税が高いとかそういうことで出ていってるんじゃなくて、どっちにしたって出ていくか出ていかないかっていう判断なんで、でもなんであんなに空洞か空洞かっていうかっていうと、自分たちの公的負担を減らしたいから。これがだからトリクルダウン説がなぜうまくいかなかった理由の一つで、これは海外でもそうなんですけども、もう俺たちが儲けたらみんなに金転させるよと言うんだけども金転しないので、それはやっぱりその、課税して再分配するとかそういうことが必要になるんですけど、実はトリクルダウンしますと言っときながら、この課税の所得再分配には猛烈に反対するんですよワシントンもでもそうやって癒着してるし、日本でも法人税がどうのとか、高すぎるとか、物が高すぎるとか、物価が高すぎる、金利が高すぎるとかですね、まあそう言ってごねるんですよね。だから結局そこでトリクルダウンというのはないんですよね。ない上にもともとそれはそういうふうにその、脅しで使っていて、それがすごく流布しているというのがあって、で今日の三橋さんの説明みたいにちょっと冷静に考えてみればですね、日本の内需を掘り起こすっていうのは一番彼らにとってよくて、その例えばトヨタとかエコカー補助費公共事前減税で恐るべきことにプリウスが一番販売台数で良かったわけでしょ、1位だったわけですよ。こんな国ないですよ、普通は不況の時にちょっと補助金とか税金つけられたぐらいで。ところがもともと日本の企業の価値パターンっていうのは、さっきのその、ウォシュレットが売れちゃうような、そういう非常にその消費者の要求水準が高い国内市場で技術を鍛え上げて、まあ海外ではちょっとオーバースペックなんでちょっと落としてで輸出して、でも基本は国内 で技術開発も鍛えてって、そういう企業の国柄だったんですね。ところがいつの段階か90年代ぐらいからかな、日本の企業ってそういうふうな技術開発とか消費者の要求に応えようとかいろいろそういう努力をしないで、高コスト構造を是正しろとか、電力石油が高いとか法人税が高いとか、すごくアメリカの企業みたいになってきたんですよね。どうも80年代にアメリカから構造調整とか、日本はアンフェアだってその競争力を日本が持ってるに対してアメリカから叩かれましたよね。それはアメリカのバックにアメリカの企業があったわけですよ。日本のトヨタとかホンダを叩くためにアメリカのクライスラーとかフォードがやると。でどうもそれに対抗したりしているうちにですね、日本の企業もどうもそういうことを政府を動かしてラフをすると学んだ節があるんですよ。はっきりはしてないんですけど、見てると分からないです。だって80年代前半ぐらいまでは具体名出して悪いですけど、トヨタって二冠門路主義って言われて、まあ今でもホンダはそういう経験がありますけど、トヨタもホンダは自分たちの技術開発と自分たちの地元で密着して、そこでもう海外とか輸出してるけど、あんまりその政治的な動きとかしないで、とにかくいい車を作ろうとか技術開発とか安全とか頑張ってる人たちが多かったんですよ。ところがそれが、アメリカは政治を動かして、で自動車交渉とかでアメリカが日本を叩くのを見て、それに対抗するために当然トヨタとかもアメリカでロビングとかやるようになるわけですね。80年代90年代どうもそのあたりからかな、ああいう企業が日本でもこうやって、圧力を政治家に圧力をかけたり、いろいろキャンペーンを流して、このままだと空洞化するとか、お抱えの経済学者を抱えてそういうのをルフさせるとか、そうやって技術開発とかを怠って、そういうふうにイメージ戦略とかでやるようになった節がどうもある気が僕はしています。それが一つと、もう一つはですね、これは三橋さんの話を受けてたんですけど、実はその内需拡大で財政出動で今リニア新幹線とかいろいろ夢のある話が出てきましたけど、これある意味ちょっと不謹慎な言い方をすると、デフレっていうのはどうしても財政出動が必要なので、いろいろいいところがあって、何がいいかというと、国民が欲しいものとかビッグプロジェクト夢を持って、この際だからでっかいのを作ろうぜっていうことが、これインフレとか景気がいいときはインフレを悪化させちゃうのでできないんですよ。ところがデフレの時こそもう採算度外視で、伊藤川にあれ送ってみようとか、ロケット送ってみようとか、やっぱりスーパーコンピューターは世界一よねとかねだからそういうことができるのって今だけなんですよね。ところがなんでそれが日本人ができなくなっちゃったかっていうと、この20年間ぐらい、もっと30年ぐらいかな、やっぱりその新自由主義、市場原理主義って何だったかっていうと、
姿勢が良くないから発生、負担が重いから軽くしろ、つまり自分で何かを前向きに考えるのではなくて、何かが俺を邪魔してるからそれを取る、つまり消去法ばっかりのことをやってきたんですよ。で、役所も景気がいいときは財政出動しないし、景気が悪くなって本当は財政出動していいのに、ずっと規制がまた小さくするからってやれって言われてるので、その無駄カット、無駄カット、コストカット、コストカットっていうのが役人の仕事になってるうちに、何かその長期な将来を見据えて大きなブランドデザインを描き、何が必要か分かんない、プロジェクトをどうやって組成し、そういう時には政治にどう根回しし、財務省とどうやり合って、どういうふうにプロジェクトを組んでいくかっていうこともですね、戦略的なイマジネーションとか、やる気とかがですね、完全に枯渇しちゃったんですよ。20年もプロジェクトやったことないんですよ。僕は麻生政権の時の15兆円の財政出動の時に、役所の中ちょうどいたわけですよ。もう、玉がそういうふうに思いつかないんですよね。だからやっぱりね、そういうところっていうのが、大きくあるかな。だからまあこの美財産本の今日はこの回だからっていうわけじゃないんですけど、この本でやっぱり、面白いというか画期的なのは、美財産の方はそのまずそのデータでそのバランスシートを使ったデータで数字で追っていくんですけど、最後そのデザインの意味のある形でこう書いてるんですよね。これを書ける人間とか、もっと変な夢じゃなくてリアリティのある形で言える人間っていうのがやっぱりいなくなったかな。法人税を下げるとか、なんかそういう姑息なことだけをずっと考えてる癖がずっとついちゃって、これは非常に良くないことなので、ちょっと物の考え方とかそういうのもちょっと変わったらいいかな。いや、使われてもそうじゃなくて、押し付けられたんじゃなくて、自分でやったんですよ。いや、もちろんアメリカに行ってきましたよ。だけど、もうそれを、好んでやってきたっていうところなんだと思いますよ。だから僕もこの TPP に関して言えば、よくアメリカの陰謀とか外圧とかなんですかって、とか言われるんですけど、まず陰謀じゃないですよ。アメリカが TPP 使って輸出を伸ばしたいんですけど、アメリカだって APEC の時に横浜にまで大統領欲しいなって言ってるんですよ。それは陰謀って言わないんですよね。全部ゲロっちゃってんですよね。それから外圧っていうのもですね、まあそれいろいろ言ってきますよ。でもそれはそのこっちがビビって外圧だと思えば外圧かもしれないけど、別にね、こんなの弾き返したって大したことないですよ。仲良く立てろとは言わないけれども。